暴れれば暴れるほど視聴者が喜ぶ。なしでやってみるか。すげえな、ボコボコ。ファイルだ。こんにちは。おお。お、いいんじゃない？おお。首が下がってきてる。おお、来た来た来た。おおおおいおいおお、違う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 、こっち来た。そうじゃないんだな、お前帰る。さあ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 、これのね、反応っていうのは感じるの、バロタすげえいい。ああ、確かに。一歩でやるから、うん、これだけで反応するから。ちげえな。なんかお前楽しそうやな。避けただけ。おお、来た来た来た。今のはよくあの見てたんじゃない、馬も。ちょっとね、分かってた。うん。小さく円を描けってことで、あ、やったやったやった。このタイミングやな。うん、難しいな。はい、終わり。おお。おお。ここでさすがに人がこうやって2人待ってたら止まるでしょ。素通りかー。荷物が届きました。はい、バリカンですね。バリカンでございます。バリカン、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。毛刈り動画のリベンジを見たい方からの贈り物かな。お前ね、うん、私ヤスが自分の頭を飼ってるバリカンで馬の毛刈りをするっていうのをね、うん、ちょっと待って、いきます。はい、オープン。じゃん、じゃーん、おー大きいね。これでじゃあヤスさんの頭飼えないわ。一瞬だね。結構でかい、うん、大きい。やっぱり馬用は大きいよね。うん、これは歯のオイルかな。はいはい、ケースだけだ、これ。いいね。結構ね、ごついですよ、ほら。ね、いいじゃん。10月中にやる？11月じゃない？11月？うん。11月ならまだできるか。11月の。あんま遅いとね、もう寒くて毛刈りどころじゃないってなるからね。うん、そうだね。ちょっとでも冬毛が生えてこないと刈りようにもなって、まあまあね、刈れんから。でも気づかないうちにさ、なんか、毎日見てるとわからないけどさ、意外と伸びてたりするじゃん。うん、でも最近あのマロちゃんとかね、夏毛が抜けてるよ。あ、分かる。なんかモコモコしてきたよね。モコモコしてるというか毛が立ってきてるのと、うん、あのブラッシングするとすんごい毛が短い毛舞うから、うん、寒毛期だね。もうさあやってまいりました、この時期が。まだこいつらは何かお菓子か何かをもらえると思って。ポジティブだな。秋の苦中タイムですよ。ちょっといつもと違うことに気づきました。おや。ようやくあのおやつじゃないことに気づきました、ね。見てるよ。注射じゃないよ。あ、出てる。ごくんしなさい。嫌だって。嫌だって、このままじゃったら出しちゃう。絶対に飲み込ませる安たい。絶対に飲まないダンちゃん。飲んでください。
飲んだ？あるでしょ。大丈夫かな。なんか耐えてんだけど。なんか飲んだね。飲んだか。はいはい。はいはい。はい、いい子でした。どういう意味やった。おげー。水飲んで。やられたー。やられたー。マロちゃんになんか訴えてるよ。マロちゃんがやべえって感じ。じゃあお水飲んで。気づかないふりするんじゃない。はい、来ました。食いしばるんじゃない。親指短いんでね、上げるの大変なんです。ああ、わかる。頑張れ。お、飲んでる飲んでる。うん、マちゃんはいい子だね、うん、食べることに関してはね、ポジティブだもんね。どこかに美味しさを見つけとる、ね、そう、注射大嫌いだけどそういうの平気だね。変なもの食わされてる顔してる。新しいやつです、はいはい、これね、あの傷保護パッド、大きな傷保護パッドだから。もう見えてきたね、終わりがね。うん、これじゃあ今日は人参色の包帯だね。スマートに見えるね、やっぱり。うん、結構ガーゼ巻いてることも多いんですけど、ちょっと皆様からいただいた大きな傷保護パッドを使って狂わしちゃった。何してんの。水平にしてる。何のために一緒に。これはあの柱の基礎ですよ。これ何してるんですか。この隙間を埋めてます。じゃないと巣ができちゃうんで。巣。スカスカの部分ができちゃうんで。はい。どれぐらいで固まるんですか。まあ、完全に固まるのは1週間ぐらいかな。もう もっと短く。え、今日雨だけど大丈夫。大丈夫です。ちょっとあの上に何かかけとくとか。あ、そうなんだ。まあでも結構数時間でそんな流れないようにはなるし。完全に水とセメントを反応させないといけないから、途中でちょっと水を上からさーっと。あ、そうなんだ。優しくかけてあげたり。今夜もなんか大雨ではないから、うん、まあ、ここはそんなに、まあ、ほんのり水平出してるけど、うん、そんなに水平でなくてもいいので、どうせあの柱での上でとか、あの床のセメントで水平取るので、はい、あの強度だけあれば。なるほど。形は別に、ここは平らがいいけどね、うん、だからそこだけさっき入念に、はい、測ったんですけど。マルちゃんはお耳が好きです。お耳をゴシゴシされるのが好きです。あーあー、いいねいいね。重い。
潰れてる。なんかいい悪いのそれ。なんかこれでリセットするんだよ。ちょっと写真撮るためにね、綺麗に並べたんで、ついでにちょっと道具箱の中紹介していこうかな。よいしょ。はい、定油です。カークハート、ちょっと有名どころなのかな。これ中が黒いんですよ。よいしょよいしょ。爪がね、黒くてね、ツヤツヤします。これ塗るとかっこいいです。保湿にもなるし、ちょっとこうツヤ出しもできるっていう定油ですね。じゃあ、まあさっきちょっとせっかく使ったんでね、これ鉄筆、あ、これ Amazon で視聴者の方に買っていただいたやつ使ってます。これがね、定油を塗るハケです。汚いけどちょっと見せようか。一応こういう感じでね、あのブラシついてます。次、いつも使ってるブラシ、もう3年ぐらい、もうダンちゃんここに来てからもうずっとこれ使ってるので、まあ、まだ普通に使えますね。ちょっと毛羽立ってるけど、一番使用頻度高いですね。汗こきとか水切りとか、なんかいろんな言い方するけど、汗こきかな。ここがゴムのやつ。この紫のね、バグは一通り同じタイミングで買ったのでね、もうずっと使ってます。これもね、壊れそうでなかなか壊れない、使いやすいですよ、軽くて。ゴムブラシ、これちょっと相当年季入ってますね。これもね、実は紫なんですよ。わかるかな。さっきね、あまりにも汚すぎてちょっと洗ったの。ちょっと頑固な泥汚れとか取るとき便利ですね。大きさもちょうどいい。なんかいろいろ大きいのとかね、あるけど、私はやっぱこれぐらいが好きかなね。はい、これがね、一緒にまたついてきて、もう一種類のブラシで、これはね、あんまり使わないけど、馬の毛並みとか整えるときはちょっと柔らかめのブラシの方がこうツヤが出たりしていいですね。使い分けますね。なので仕上げブラシって感じかな。泥汚れとかには向かないけど、毛がサラサラになるっていうブラシです。次、これ相当年季入ってますね。これ汚いな。これなんか紹介するほどのもんでもないかな。たてがみ用のブラシなんですけど、これはあのペット用品とかで売ってる、あの犬用とか猫用の多分ブラシなんですけど、これちょっとそろそろ買い替えなきゃいけないな。なんかもうね、汚い。まあでもこれちょっと両面使えるっていうのもちょっといいですよね。こう縦髪とかした後にちょっとこう首のところに落ちた汚れをまたこれでスッスッスッと取れるっていう。馬用はね、やっぱ高いのでね、ペット用品でこういうのはね、見つけてくる。次行きましょうか。この辺はね、まあ薬品なんですけど、これは空っぽのスプレーボトルで、これを入れて使います。うがい薬なんですけど、これが傷口の消毒とかにも使えるので、これは常備してますね。これと薄めた時にこれ入れて、でシュッシュってこう傷口にかけたりとかするやつです。これ便利ですね、あるとね。ダニーのみシャンプー、リンスインシャンプーですね。これまあ犬猫用なんですけど、馬によく使ってます。安くていっぱい入ってるし、いい匂いするし、サラサラになるしで、ずっと使ってますね。最近はもうあんまりないんですけど、ダンちゃんここに来た時に結構いっぱいダニついちゃって、いやどうしようねって言ってこれで結構洗ってたんですけど、ずいぶん良くなりましたね。で今もうあんまりダニがいないような状態になってきたので、そう、草刈りとか結構頑張ったんですよ。で草刈りとかしてるとダニいなくなってくるので、まあでもずっとこれ使ってます、使いやすいので。次、虫除けミスト。これがね、あの意外といいんですよ。そうそう、ちょっとどうかなと思って試しにカインズで買ってみたんですけど、お尻に止まる虫がね、なかなか馬が払えなくて、乗ってる間に馬がこうお尻もぞもぞ、お尻もぞもぞみたいにしてこう集中力切れたりするんですけど、これをお尻に振っておくと結構虫がつきづらいので、結構効果があるんじゃないかなと思っておすすめです。これ虫除けミスト、秋ぐらいが一番早いよね。この真夏の一番暑い時期よりも、今この10月とか、11月はもういないかもしれないけど、9月10月やっぱ虫多いので、やっぱこういうのいいですね。これこの前動画で使いましたね、ショーオフのシャンプー。まあこっちもね、シャンプーはあるんですけど、やっぱりね、ツヤはね、圧倒的にこっちだよね。もうやっぱ馬用だわ、すごいよこれ、ピッカピカになるからね。
闘技会どうかな、しばらく行く予定ないけど行きたいな。でもそういう時の前にね、これでね洗ってね、競技会場出てくると、わあの馬ピカピカねーなんてね言われちゃったりしてね。わかんないけど。以上かな。そう、このね手入れ道具を入れる箱をね、そう欲しいものリストからねプレゼントしていただいたんですよ。ちょうどこれぐらいの大きさがいいなと思って、もう届いた時ちょっと大きすぎるかなと思ったけどね、全部入れようと思ったらやっぱこれぐらい必要ですね。そんな感じ。